世界の感染者数はおよそ8000人から加速度的に増え、今は1700万人を超えました。その勢いは強まっています。死者も67万人を超えました。 WHO のテドロス事務局長は、100年に一度の公衆衛生上の危機、影響は数十年に及ぶだろうと話しています。数十年の状況ということではないですね、各先生。はい、それはですね、ワクチンあるいは治療薬が開発されてくれば、数十年に及ぶことはないと思いますね。ただこれが世界全体で言いますとね、やっぱりそのまだまだ発展途上国も多いですし、そういったところではこういった薬やワクチンが行き渡らない可能性がある。で、この新型コロナウイルスは本当に封じ込めがものすごく難しいですね。だからまあ